この本がね、いつ発売だってね。ちょっとこれサンプル。2月5日。今日何日？今日。今日。あ、令和4年2月5日初版発行だ。の本。これ見本刷りが数日前に送られてきて、日本大北斗七星伝説って。今度は日本全土に北斗七星の結界がありましたなんてとんでもない本が、まあ、今日発売で、もう多分大手の本屋には並んでると思います。でね、これのね、実は津軽、去年の8月に津軽、青森県ですね、青森県にの方、神社の氏子代表の方からご連絡いただいて、僕が東京に北斗七星の、結界をありましたということを本に書きましたし、講演でもお話しした、ここでもお話しして、なんとここではその確か直後ぐらいに結界貼ってくれるのを、法皇の時代の結界は巫女でないと貼れないので、急遽巫女をお願いして貼ってくださった若い女の子も連れてきてここに、皆さんにご報告しましたけども、そうしましたらね、津軽、青森とか、弘前がある青森県の津軽地方にも、なんと蝦夷成敗に向かった坂の上の田村麻呂が残してきた、北斗七星の形の結界があって、それが今崩れかけてると、それをなんとか修復してほしいとい いうご依頼があったので、去年の8月に行ってきて、まあ、修復してきました。東京の都内の、ね、中心部の、であれば半日でなんとか全部行けたんですけど1日仕事です。もう広いんです。青森市から弘前市、さらにその外郊外にまでまたがってる、全部で、移動するのに1時間、車で1時間かかる神社が7箇所ありまして、だから全部で8時間ぐらい所要時間かかったんですが、でも無事に行きまして、で見晴れてよかったんですが、氏子代総代の方も、喜んでください。でその後ね、でその時に実はとんでもない話があって、その大星神社っていうのが青森市内にあります。それがちょうど北斗七星の、津軽半島をですね、青森県大体こんな格好してますね。でここが青森市内の大星神社っていう大きな星の神社。北斗七星の柄杓のこの水を汲む部分、郷と言いますけど、この郷の部分が秋田に向かってるんですよ。秋田に。で、その理由はなぜかっていうのはこの本に書いてありますけど、この柄の部分、一番坂の上の田村麻呂が重要視したここの部分、これが大星神社、大星と呼ぶんですが、正確に大星神社で、そこの氏子代表の方とか総代の方々が、呼んでくださって、この結界を順次こう張り直していって、まあ、無事に張れたんですが、まあ、その辺のことも書いてありますがね、ただその時に結界が崩れかけている最も一番の理由が、その大星神社 その代々の宮司様の家系の血筋の方が途絶えてしまって、でだからその代々のお血筋の宮司様が、亡くなられて数年前に、でそこでもう仕方がないから氏子総代で考えて、神社長から宮司様を派遣してもらうと。で派遣してもらったんですが、
もう常駐の宮司はもう無理だと、人材が少ないからということで、他の神社の宮司さんが兼務で来る。で、兼務で来るにしても一つ青森市内中心部の大星神社だけで、来るのも大変だからということで、その近くに香取神社、あの香取神宮の千葉県にある香取 神宮のあの由緒ある香取神宮の系列の香取神社と大星神社、割と 近場に青森市内中心部です。もう 市役所とかそういうところのすぐそばにあるんで、繁華街にある立派な古い由緒あるこちらの神社、大星神社が一番古いんですが、ところがね、神社長から派遣されたその宮司さんが何を血迷ったか、ね、まあ、先にやったのはまずこの香取神社を売ったんです。売って今ね、駐車場が半分駐車場、それから半分スーパーになっちゃって、でその売ったからお金もらえますよね、神社が。それはね、あの宇治子相談も知らない、あの神主さんがなんかこう、まあといってもあの宗教法人なので、神社もお寺も宗教法人っていうのはあの税務署甘いんですよ。だからね、ほとんどあのノーマークで、あの半端な金額じゃないんですよ。青森市内中心部で市役所のそばですから、億単位ですよ。で、これ売っちゃったんです。もうすでにないんです。だからこれもうないの、香取神社は。今は駐車場とスーパーで、それに味しめたその同じ宮司が大星神社も売ろうと。一番青森で一番古い由緒正しいこの表紙のに写真をお借りして作ったんですけどね、雪の中にこの赤い鳥居で、日本でここしかないって珍しいしめ縄があるんですよ。このしめ縄は生のれんみたいなところをくぐっていくことで間を払ったという由緒正しいあの神社なんですが、この大星神社まで売ろうとしてる、ね、そこで氏子総代会議でとんでもないということで、その神社長に文句言ったり、あの、ね、あちこちに文句言ったりしてるんですが、あの去年の夏ぐらい、そしたらそのあまりにそういうあの自分を責めてくる氏子たちが面倒、もううるさくなったんでしょうね、宮司様は。なんとね、この大星神社の境内に氏子が一切立ち入ることを禁止するっていう排除命令を裁判所に出してもらおうとして裁判を起こした。とんでもない宮司でしょ。しかも大星神社の中にはすごいあの池があったんです。龍神池、もうとこでその広い面積なんです。龍神池、境内の中でかなり龍神池の面積が、ところがね、池はあの地面、ね、地下って、ね、地面の価格、地下を算定するときにほとんどゼロなんですよ。池だからお金にならない。で、宮司何したかというと、龍神池の水を抜いて地面にしたの。そしたらカウントできるから、面積に。そしたらちょっとでも高く売れるでしょ。とんでもない。龍神池、神社の龍神池ですよ。その水を抜いて、で、そこにまた氏子たちが水を戻そうとしたら、またそれを抜いてしまう。で、とんでもない事態で、もう氏子総代の人たちももう本当に怒っていろんな運動を起こしてるんですが、神社長はもうノータッチというか知らんぷり、神社長もグルじゃないのと思えるぐらいのとんでもないことをやっていて、ちょうどその、裁判が始まったばっかりですっていうのが去年の8月だったんです。
で僕もその随分気になってたんです。でそうしましたらね、別の方から、宇治高校の方々じゃなくて青森の住みの、僕の、読者の方でもない普通の青森の方が、たまたま今年の、初詣ついこの前です、初詣にこの毎年行く大干神社、一番古い県あったかですから、青森市内の人はほとんど大干神社に初詣に行くんですが、行った時にびっくりしたんですって。無人で、いつもなら宮司様がいろいろなさってるしても、でも全く無人でひっそりしてるどころか、拝殿も閉まったまま、それから待機所も閉まって、電気すらついてない、もうどうなったのっていうことでおかしいなと思って、でちょうどこのね、このすごい雪が積もって、このね、この縄のれん、鳥居の下のこの縄のれんをくぐることで今年も元気に行けるという土地の人だから、みんなここをくぐるんですが、その女性もここをくぐった時に、ふとこの下にね、なんか光るものが落ちてたんです。で何かなと思って拾ってみたら、鍵だったんです。鍵、まあ、どこの鍵か何の鍵か分かんない、神社に届けたかったんだけども、社務所もどこも閉まって、鍵が閉まってる、誰もいない。で社長から警察に届けたんですが、そのうちね、ご近所の噂で知ったんですって。これは僕もね、僕も宇治子総代の人から、ご報告いただいたので、僕も知ってました。そこをね、どう書いたか今読ませていただきます。僕この本のね、ギリギリ今年のね1月6日に間に合ったんです。1月6日に最後の、構成やってたんです、最終構成で。その時に出版社に電話して、ちょっと俺腹立つことがあるから最後に付け足していいって言ったら、もう出版社の人も、今なんですか、いやもうここで載せとかないとどうにもなんないよって言ったら、分かりましたって言って載せてくれたんですよ。それをちょっと読みますね。ここが最後のページに、令和4年1月6日著者キスで大干神社を救えというタイトルで、追加の2ページ、本文第4章の冒頭に記した通り、今回修復させていただいた津軽北斗七星結界の江の橋、ここですね、に位置する青森市内中心部の由緒ある大干神社は、博多湾に浮かぶ鹿の島にある鹿海神社を江の橋とする日本大北斗七星結界、日本九州から津軽に至るまでものすごく大きな北斗七星の結界が実は張られていたんですが、その豪の橋に位置する日本の北を守る要となっていることが判明しました。つまりここはね、この大干神社はこの、高野辺の田村麻呂が張った、ね、津軽の北斗七星の結界だけじゃないんです。ここだけ消しますね。もう羽鳥神社にはすいません。日本列島ざっと書きますよ。もうこんなもんですよ。日本列島をざっと書いてこんなもんですが、この大干神社、ここと他に金華山と、銚子と能登半島と、日本神社、それから九州のここで、九州の博多湾の、鹿海神社、これでね、ちょうど日本を守る北からの、ね、こっちからの脅威に対して日本を守る、結界が張られていたんですが、まあ、それを日本大北斗七星結界
と呼びます。その5の端、つまりここですねに位置する日本の北を守る要となっていることが判明しました。ところがこれまた本文第3章の最後でお伝えしたように代々の宮司家が途絶えたために神社長から兼務で派遣された今の宮司が大星神社の土地を売ってお金に換えようとしたため氏子の皆さんがそれに反対する行動に出たのですが、宮司は逆に氏子を境内に立ち入れないようにする裁判を起こしたのです。それが去年の8月、それが僕の現地に行った僕の耳に入り、昨令和3年8月8日に僕が大星神社を訪れた時の状況としてはそこまでだったのですが、令和4年の正月に氏子代表の方や青森市内にお住まいの友人の方から知らせていただいたところによると、ね、やけになった宮司はその行状をさらに悪化させているとのこと。裁判官は氏子の皆さんの善意の気持ちを汲んで現場検証の上和解を成立させたにもかかわらず、それを不満に思った宮司は裁判官立ち会いを行ったその日の夕方に大星神社境内の拝殿などの鍵を勝手に付け替え氏子の皆さんを締め出す始末、ね、そして拝殿内は掃除もされず照明も入れられていない状態にしているだけでなく、ね、本には反社会勢力の関係者と書きましたけどヤクザです。ヤクザを総大会議に図らず大星神社の管理人に指名し氏子の皆さんに圧力をかけているそうです。そのため年末年始にもかかわらず大星神社では祭祀が一切なされなかっただけでなく御幣や、ね、お札なども配られていないのです。このままでは氏子の皆さんが長年、維持してきた由緒ある大星神社が宮司の目論み通りに売り飛ばされて駐車場にされてしまいかねません。神様を冒涜するような暴挙を平気で行うこんな宮司をなぜ神社長は許しているのでしょうかというふうにもう僕この本に書きましたので、皆さんで僕、今年はねこの反社会勢力に反対する動きをとことんしようと思うので、いつ刺されるか分かんないですいつ刺されるか分かんないんですが、僕が刺されたらああやっぱり本当だったんだと思ってください。だから皆さんすいません、できればこれ買って今の最後のところを友達、親戚みんなに知らしめてあげてください。知らないんですよ、日本全国の人はあんまりこんな危険が危機に、ね、日本を守る要ですよ、要の一番大事なところを、ね、やられかけてるんです。で実はその氏子総代の方からもそういう話伺ったんですが、青森市内にお住み の女性の方で僕のことは全く知らなかった方がから僕に連絡もいただいて、その女性が今年の、ね、お正月の、初詣にいつもの毎年のようにこの大星神社のこの鳥居くぐってお参りしようと思ったら無人で電気もついてなくて掃除もされてなくて、どうしたんだと思って不思議に思いながらこの鳥居をくぐって帰ろうとしたらここに鍵が落ちてる。それを届けるためにね社務所に行っても鍵がかかってしまってる。仕方ないから警察によってどうしたのかなと思って家族とかにいろいろ話してたら、どうも地元の新聞にも取り上げられて、こんなこと大変なことになってるんだと。で今鍵をね、宮司が勝手に付け替えて氏子総代の人たちもみんな氏子の人が掃除とかに入れない、お参りにも入れなくしてしまってる。その時に自分がここの、ね、この由緒ある鳥居の下で鍵を拾ったのも何かの縁なんだけど、一体私はどうすればいいのか分かんなくって本屋に行ったんですって
そしたらなんかいろいろある本の中からよりによって僕の本を見つけてくださって、それもそのメールに書いてありました。たまたま僕の見つけてパラパラっと見て、あ、この人なら何とかしてくれそうだなというので、で僕の公式ホームページの問い合わせ欄にメールを送ってくれたんです。もうこれはそれ、ね、正月早々ですよ。いつもはね、あの毎年ね、例えばあの気仙沼に水晶投げろとか、あの東京に僕と七星の結界張り直せとか、そんなふうなことが、ね、言われてくるんですが、ついに今年は何だ、反社会勢力とこれは喧嘩しなきゃいけないんだなと、まあそれも面白いかもしれないということでね、そういやまず最初にね、あの最初に今年最初に出るこの本の最後にそれをバッチリ書かせてもらって、少しでも皆さんに知ってもらい、それから僕が毎月なんか YouTube で流してる月刊野生国よっていう月刊ムーの関係の、番組があるらしいんですが、そこでも無理言ってね、もう今この2月の頭から流れてます。僕が今ここで皆さんに言ったことをもっと短くして、大星神社危ないんだと、今みんなで動かなきゃっていうことを言ってます。でこれから僕は今年の目標はこれですから、あのどこでどんな講演するときもまず最初にこれを言って、あの宮司が大星神社を売って駐車場にしないように、もちろんあの宮司に対して氏子の方々も今青森市とか青森県内の人たちの世論もあの受けて、なんとか食い止めようと動いてくれてますけども、やっぱりもっと広い範囲の日本国中で、あ、こんな暴挙を許しちゃいけない、と言わないことには神社庁が動きませんので、ぜひ皆さんも周りの人たちに知らしめてください。これ日本全国どこの神社で起きても不思議ないんです。もう今どんどん、ね、氏子の方々が減って、お寺は儲かるんですよ。お墓作れるし、お 墓所も売れるし、戒名が売れるんですよ。なんとかいい、なんとかなんて名前で50万円とかね。ところがね、神社ってね、お墓作れないからダメなんですよ。そういうことできないの。神社の収入は、ね、あのお祓いの時の5000円とおみくじ、まあ、100円か200円、お賽銭の2、30円、あの賽銭箱、皆さんの10円とか100円とか、あれ本当はダメなんですよ。あれ皆さんの、ね、こういうあの僕も持ってますけどね、小銭入れ、小銭入れ開けて、小銭入れの中 の5円玉とか1円玉とか10円玉を始末する箱じゃないんですよ。ね、あのそんなことをするよりも、お賽銭箱にそんなものを入れるよりも、社務所に行ってお札を、1000円のお札を買って差し上げた方が神社は喜びますし、神社の、ね、再建にもつながりますから、ぜひそうしてあげてください。